俺がそう言ったら創生さんムスッとしちゃってさ、かなりの爆笑ネタだったのにひどくない？ひっどいな、お前までそういうこと言う？お前がそういうの聞いてくるなんて珍しいね。これはもしかして少しは俺に興味が出てきた？あ、いやいや、まだ慌てちゃダメだ。落ち着け落ち着け。好きなタイプか。いや、実際考えてるんだけどね、かなり真剣に。パッドって軽いな。ここはちょっと鎌かけてみる？そういうお前はどうなの？俺も教えるから、お前の好きなタイプも教えてよ。制限時間10秒ね。はい、スタート。10 9 8 7。このまま答えてくれないかな。どうかな。わかったわかった、教えればいいんでしょ。俺の好きなタイプは黒くてツヤツヤの毛をしてて、目がキュッと吊り上がってて、尻尾がすらりと長くて人懐っこい、にゃーって鳴く子。バレた？いやー、ごめんごめん。少しでもお前を独り占めしたかったなんて言えないし。そもそも、なんでいきなりタイプなんて聞いてきたの？お前のことだから誰かに頼まれたんだろうけどさ。でも、もしかしたらってこともある。やっぱりそういうことだよな。分かってはいたけどさ。